どうもエルザレットです。今回はマテガイ放水路のバンカラマッチルール別マップ調査となります。この動画ではマップから読み取れる情報や実際のバンカラマッチを経験して感じたことを元にまとめています。マップの構造や動きがわからない人向けとなっています。少しでもバンカラマッチを楽しく攻略してもらえればと思いますので、一つの情報として見ていただけますと嬉しいです。またチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。それでは早速いきましょう。エリアを2つ獲得することによってカウントが進むマップとなっています。エリアはお互いの屋根下に設置されており、比較的小さいです。周りから狙われやすいので、その周りを抑える必要がありそうです。まずは前線ポイントからです。高台から防衛を阻止するために抑えたいところとなりますね。高台に敵がいないだけで狙われる心配がなくなるので、長射程がいるときは積極的に狙いたいところです。次は守りのポイントです。高所からの圧をかけるためこのポイントは押さえておきたいところです。ここが守れないと自陣が一気に攻め込まれるので、しっかり処理はしていきたいですね。エリアを挟む柱を取らないようにするために押さえたい場所にもなります。壁があるだけで敵が攻めやすくなるため、柱付近はとにかく取らせないようにしたいです。最後に塗りポイントです。中央に行くと狭くなるため、少しでも塗りを広げたいところです。視界が悪いので足場を整えて、少しでも敵の移動を鈍らせて発見を早くするために塗りたいところとなります。エリアは中央が狭く混戦しやすい場所のため、塗りが非常に重要な気がしてます。塗りを整えつつ、前に出るときは前に出るという切り替えが重要かと思いますので、左右どっちからでもしっかり敵を押し込んでいきたいところです。マップを左から回っていくルートとなっており、終始高台から狙われやすくなっています。そのため場所の確保が重要になりそうです。まずは前線ポイントからです。敵の復帰位置から近く、ルートを横切る形で守れるため、この場所を押さえておきたいところです。左側を攻められる気はするんですが、一人でも時間稼ぎができれば十分かと思います。関門2を獲得するには必要な場所ですね。ここは挟まれやすい場所なので、せめて足場だけでも取っておくと逃げやすくなるかと思います。スペを使って積極的にカウントを進めたいところですね。次は守りのポイントです。ルート上を守りつつ、自陣広場を守る必要があるため、この場所を防衛していきたいところです。特に右側に行かれると高低差と柱で見えづらくなるので、要注意が必要です。最後に塗りポイントです。中央を塗られると敵が攻めやすくなるため、この部分を塗り押さえだけでもしておきたいところですね。中央の壁が濡れてないと逃げにくいので、壁もしっかり塗りたいところです。矢倉はマップ自体が中央に行くほど狭くなっており、塗りがしづらいため敵陣を取る必要が出てきます。矢倉のルートも進むにつれ見渡しが良くなるので、いろんな方向から狙われやすくなります。なので敵がいそうなところを塗ったり、スペシャルで抑える準備をして矢倉を少しで進めるというのが重要になるかと思います。関門が2つ用意されており、外回りと直線ルートに分かれています。どちらも関門突破後は足場が濡れないところを通る必要があるため、一度通られるとカウントを返すのは難しそうなマップ構成となっています。それでは矛ショットポイントから見ていきます。右ルートを取るのならば、この高台に矛ショットを打つ方がいいです。長射程がいる場合、下は的になるので邪魔をしつつ、味方がルートを確保するのを狙うのがいいかと思います。左ルートを取るならクラリングで打っておくのが重要かと思います。途中まで進んだら中央に向かって打つのも重要になりますね。あまり時間をかけずに進みたいので、長時間持つのは危険です。第一関門を抜けたら、両方のルートともにゴールまでどちらも高台からの攻撃が多くなるため、味方がルートの確保やキルができてない場合は上を抑え込むように打つといいかと思います。続いては守りのポイントです。無理して降りることはやめた方がいいと思います。また高台や壁裏から圧をかけるのが一番いいかと思います。
ホコショットやスペで応戦されるが、ボムをしっかり投げることでこちらも応戦することが可能です。マップ的にもかなりきつい構造となっているので、スペで防ぐ意識は大事となります。最後に塗りポイントです。敵の侵入を塞ぎつつ、ある程度のルートも確保したいので、この辺りは塗っておきたいところです。スペシャルを貯める意味でも敵陣を塗りで制圧をしてチャンスを作っていきたいですね。ガチホコに関しては、第一関門を取るなら右ルートが非常に近くて楽なように感じました。ですがそのルートだと足場が濡れない場所を通る必要があるため、登り切るまでが非常に難しかったというのが正直なところです。それに比べ左は第一関門は突破が厳しいんですが、ゴールまでは進みやすい印象でした。敵復帰から離れているのもあるので、使い方によっては左も面白そうなルートとなりそうですね。アサリが中央を境目として散りばめられており、かなり密集した配置となっています。そのためアサリが分散しやすく、味方との連携が重要になるかと思います。地味にアサリが探しづらいのもマップの特徴ですね。それではまずシュートポイントからです。シュート周りが開けているので狙いやすそうなんですが、結構近づかないとガチアサリを入れれないので、無理してシュートは狙わない方がいいです。これが原因で人数不利を招いてカウンターを食らうということがありますので、注意が必要ですね。次は守りのポイントです。防衛としては柱を中心に敵を落としていくのがいいかと思います。あまりにゴールに寄りすぎるとシュートチャンスを与えてしまうので、アサリ回収しながら守っていきたいところです。最後に塗りポイントです。アサリの回収もなんですが、壁の塗りを確保して相手を動きにくくさせつつ、自陣が攻めやすくするために塗っておきたいところです。塗っているだけで攻めづらくなるのもマップの特徴を生かしたいところがあります。ナチアサリに関してはシュートが思ったよりも近づかないと入らないので、足場の確保とスペシャルの組み合わせが非常に重要な気がしました。シュートコースが限られているのもあるので、そのあたりもかなり厳しい気がしますね。ただ一回ゴールが決まると、フォアサリが入れやすい位置が多いので、最初の一発目が非常に難しいっていうようなマップ構成でした。ということで、マテガイ放水路に関しては以上となります。マテガイ放水路はマップ構造上、中心部を境に攻防戦が起きやすい気がします。そのため無理してキルを取りに行ったりすると、一気に人数不利を招いて状況が悪くなるので、タイミングがとても大事なように感じました。スペシャルの使いどころが非常に重要にも感じたので、スペ意識高めにしていきたいところがあります。ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。